うまくいくといいね。そうね。でも何を怖がってるのかしら。ご主人様もただの若者ってことよ。今日は大事な日なんだ。僕たち邪魔みたいだね。どういうこと？聞いてこよう。ドナルド、それではご主人様、ベル様、心ゆくまでお楽しみください。もちろんゲストの方たちも楽しんでください。俺もいいんだろうな。十三機関、またお前らか。こっちがセリフさ。貴様、もう台無し。今日はお前の大切なものをいただきに来た。そうそう、行かれ行かれ。ビースト、とりあえずこいつらを倒そう。
よっ、ベル、お前がダンスなどとくだらないことを言い出すからだ。なあ、どうしたんだ。私の大切なバラが。ああ、あれ取られたのか。バラならお城にたくさんあるでしょ。何も知らないくせに黙れ。ビーストさ、それ八つ当たりだろ。バラを取ったのはベルじゃないからな。ごめんなさい。謝ることないって。でも、ベル、ソラたちもこの城から出て行ってくれ。私はそう、こういうやつなんだ。お前がここへ来てから随分変わったつもりでいた。だが、結局この醜い姿に支配されている。野獣の姿のまま孤独に生きるのが私にはふさわしい。さようなら、ベル。本気なの？今は何を言っても無駄だね。ねえベル、俺たちに任せて。バラを取り戻せばビーストも落ち着くよ。We'll be right back.
ビーストさ。放っておいてくれ。そうはいかないんだよな。一年前、あんたは命がけでベルを取り戻そうとしただろ。あれ、俺たち感動したんだぞ。勇気をもらったんだ。なのにさ、あの時の気持ちはどこへ行っちゃったんだ？本当に何もかも諦めるのか？あのバラ、あんたの希望なんだろ？あんただけじゃない、コグスワースたちにも大事な希望なんだろ？希望がないのは最悪だぞ。ベルと会う前のこと思い出せよ。な、希望の糸だけは繋いでおこう。何よりも、うん？ここは私の城だ。ザルディンの好きにさせるわけにはいかない。重要、やはり来たな。お前がすっかり投げやりになってしまったのかとがっかりしたぞ。お前たちの目的は何だ？キングダムハーツ。キングダムハーツを手に入れたとき、我らは完全な存在となるのだ。そのためには野獣よ、お前のハートレス、そしてノーバディが欲しいのだ。
はっ。よっ。